やばくない？朝の5時なんだけどさ、バキバキに目冴えてるんだよね。今からどうしようかなっていろいろ考えてたの。睡眠時間は2時間くらいなの。昨日の夜あまりにも眠くてお風呂入らずに寝たんだよね。今からお風呂に入る。まあ、それか眠たくなるまで編集する。この2択なんだよね。でも、起きる時間8時だからさ、あと3時間しかないんだよね。3時間で何できるって言ったら、やっぱ編集？一旦編集しちゃう？一旦編集するか！ということで始まった、ズノプロの撮影日の1日密着！まさかの朝5時に目が覚めてしまって編集をするところからスタートしようと思います。始まってからずっと指しか映ってないのまずくない？とりあえず、ああ、外明るくなってきてる。編集してる様子を映せるようにカメラでも撮ってこようかな。せっかく編集してる様子映そうと思ったのに。メモリーカード私の家にないじゃん。で、用意が本当に悪いんだぜ、のプロは。マジ、毎回撮影日の前の日寝れないんだよね。寝なきゃって思うと寝れないタイプの人なんだよね。遠征する日みたいなのも絶対寝れないのよ。両手で持っていけるかな、これ。はぁ、なんかさ、いろいろ考えてたらさ、寝れなくなる時ってあるよね。ズノプロって全然ショート動画上げないよなーって思うことをずっと考えてて、ショート動画を効率よく上げるのってどうしたらいいんだろうってことを考えたら沼にはまってしまって、さっき時計見せた時5時だったけどさ、実は起きたの2時くらいなんだよね。そっからずっとね、どうしたらいいんだろうっていう 泥沼にはまってたよね。最近さ、この集中アプリっていうのを使っててさ、25分集中5分休憩が私にはすごい合ってて、爆速編集になってんだよね。10分分も溜まってます。これ実は2週間前くらいにね、済ませておかなきゃいけなかったやつなんだけど、溜めに溜めまくったので、この機会にね、残業居残りしようと思います。時間じゃない？そっちじゃ17分 !2 時間で完成させてしまった10分分を。こういうことをさ、集中できた時は私できちゃうからさ、最近はポタちゃんがプレッシャーになってるんだって。しごできでごめん。ポタちゃんが来るまで、まあ、1時間くらい予定よりもありそうだから、お風呂沸かしちゃおうかなって思います。一人暮らしの人ってさ、どれぐらいの頻度でお風呂沸かす？私週1か多くて2なんだよね。この家になってからさ、オイラ機能があるからさ、今お風呂入ったら今日の夜とか明日はオイラ機使って同じお湯使う的な。前の家の時、お風呂沸かすってなるとさ、自動で沸かす機能がなかったからさ、このお風呂になってから全部自動だからすごい楽でさ、お風呂入る頻度結構高くなったな。前の家だったら週1回もなかったもん。じゃあお風呂入るので、数少ない男性視聴者のために私の入浴シーンをお見せしたいところなんだけど、ごめんね。今日の動画プロモーションついてるからさ、お風呂上がるまでスキップするね。ごめんね男性視聴者、いつか見せるわ。気が向いたら。絶対向かないけど。お風呂から上がったので、今からメイクタイムに入ろうと思います。私、ヘアメイク全部合わせたら、だいたい2時間から2時間半くらいかかるんですよ。で、あまりに、ショート動画で、顔の誹謗中傷を受けすぎて、すっぴんを晒すのが、恥ずかしくなっちゃったんですね。まあ、詳しいメイクの動画の方はね、フロちゃんの方であげようと思うので、前編はフロちゃんにて。光が当たったらさ、まだ、いや、マシではないか。今さ、パックした後だから顔があまりにもテカテカなんだ。だいぶ前にメイク動画あげて、何も今と違うと思う。ので、顔を剃りたいと思います。ふざけてないからね。もうさ、私本当にメイク、命なの。1回の動画でさ、4本とか動画ため撮りするからさ、ってなると、メイクのね、よし悪しで、編集の意欲が変わってくるの。マジで顔漏れてない動画撮りたくなさすぎてさ、ポタちゃん曰く、私人に対してはブスって言わないんだけど、自分に対してめちゃめちゃブスって言うのね。ゼノンの漏れてないとブスの感覚は厳しすぎって言われた。何も違いがわかりませんって言われて。いや、待って、火ちっちゃくない？おお。
おもろ。スシ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 めちゃくちゃ豪華じゃない？やばー。ちょっとね、お盆ってこともあって高いのしかなくて、あ、逆にそう。え、でもこの値段だったらこれでみんないくらだと思う？ 2500？ まだ安い感じするよね。え、安くない？だって大トロ入ってんだぜ。大トロ、中トロ、本マグロ、イクラ、エビ、ブリ、何でも入ってますよ。うわー、富山で住んでなかったらさ、朝食こんな寿司食ってないんだろうね。みんな羨ましいでしょ。私たち撮影日毎回お寿司え、なんかさ、タンポポ雑学あるんでしょ。タンポポ雑学。あ、そう、寿司に乗ってるタンポポってわざわざね、作ってる人がいるのよ。醤油に散らしまして、はいはいはい、臭みを取ったり殺菌効果があるから安全に食べれるし、お寿司の引き立て役になりますよという。でもお寿司屋さんとかだったらあんまないよね。高いとこならあるんじゃない？ああ、そういうこと。うちら回転寿司しか行かんし、ね、じゃあサーモンが私に語りかけてきたから、本日一発目の食事、サーモン寿司で。うわ、いいね。私の本日一発目はゼノンの嫌いな大葉を抜き、イカちゃんからいただきます。どないなってる？ドラマに生まれてよかった。本日は、おすすめのアニメが、はい、そうなんです。今日見るのは、コタローは一人暮らしっていう、ドラマ化もされた漫画原作のアニメ。僕の大好きな声優さんが、あと主人公のコタロー役を務めとったり、物語の設定としては、5歳の子供が一人暮らしをしとる。っていう作品なんよ。だからまあ、こっから想像すると、ただのギャグ漫画なんかなって思うやん。まあ、ちょっと騙されたと思って一回見てほしい。ちょっと見たい。はい。じゃあ見るか。はい。見てみんな、これ、うちらのお気に入りの取り出しの唐揚げ。ネットフリあれは大体アニメ見れるんでかいよな。え、マジでそう。個人的に字幕機能めっちゃいいと思う。あ、わかる。難しいさ、映像がある作品とかさ、声とかだけだったら内容入ってこないけど、やっぱ字幕あるとめちゃめちゃスッと入ってくるからさ。そうなんよね。なんか単語は言われるけどさ、漢字わからんやん。そう、そういうもさ、一発でわかるじゃん。字幕なしでちょっと未練体にはなってるそう、本当に。ちょっと目離した隙にどういうこと？ものの20秒目離しただけだよ、僕。さすがに眠いか。いや、でも1日密着とはいえ、うん、これ撮影日のルーティンですよ。いい企業はですね、お昼寝タイムがあるんですね。保育園保育園ってのプロ。そう、保育園はお昼寝タイムがあるのに小学校で剥奪されるのはおかしいと思いませんか？そうだよ、そうだよ、全企業に入れるべきです。そう、皆さん、これが新しい企業の形これが新しい社会の形。お昼寝、皆さん、睡眠不足だったりストレスだったりで戦ってるでしょ。昼休憩の後の30分のお昼寝時間を設けてください。減ります。1時間寝たよ。おはよう。1時間寝たよ。おはようございます。1時間寝たよ。撮るぞ撮るぞ。ゲーム実況の撮影があるので。そうだね、グリーンバッグをつけなきゃいけないんですけど、今のね、この新居、なんと引っ越したばかりで最適化されてません。はい、おしゃれなグリーンバッグの付け方見てってや。必要なのはグリーンバッグ、そしてガムテープ、これだけだ。もう想像できるやん、どういう世界が広。ああ、新居に穴を開けるつもりか。グリーンバッグの付け方を説明しよう。はい、そして私は一生顔が映らない。みんなポイントね、はい、覚えといて。この足元に合わせます。高さは僕ら地べたに座るからね。そうそうそう、固定したところからガムテープ貼ります、はい、いや、終わってんだよね。あ、ダメ、この貼り方だったら絶対取れる。あ、ちょっと映ってないガムテープ、これダメね。ちょっと NG の貼り方、はいはい、OK の貼り方はこうだから、引き下げるように貼る。引き下げるように、これがポイントです。見て漏れない。
見えないとこまでの霧を使うところがやっぱ YouTuber の炎上しないポイントですね。そうね、ジャンプロ7年間炎上しなかった理由はこういうね、見えないとこまで気を使ってきたところね。ここが張ってないって炎上したら困るわ。そう、こういうところで気が使えないと炎上するので、これから YouTuber 目指す人はちゃんと気をつけてここまで頑張ってる。頑張ってね、春一ちゃん気使えてないんだよね。はい、どうもジャンプロです、よろしくお願いいたします。シャッス、絶対にもらえてはいけない乙女ゲーム。今月は一本動画撮影した後めちゃめちゃ爆睡してて、気づいたら6時なんだけど、私がさ爆睡してたらさ、ポタちゃんも絶対爆睡すんの。めちゃめちゃ寝てた。今日の動画のサムネを作らなくちゃいけなくて、ここの部屋今クーラーつけてないからさ、私さクーラーさ、なんか1時間とかのためにつけるのめっちゃケチなんだよね。もったいないって思っちゃうんだよね。暑さに気づかないうちに作り終わろうという作戦でございます。サムネ早い時はさ20分くらいでできるんだけどさ、なんか分かんなくなったら1時間くらいかかるからさ、めっちゃ頭寝てる。あっつー、この部屋やばい。暑いってことに気づいたら熱中症になる絶対。いや今年マジでさ暑さ異常じゃない？本当にさ。暑い、やばい。夕飯買ってきましたけど、この部屋何？これ灼熱これ。悪魔だよ。おかしいでしょこれ。なんで？おかしいでしょこの部屋の気温マジで。マジで暑すぎ。だから熱中症になる前に終わらせようっていう、今自分で縛りを課して頑張ってる。戦い？うん、ちょジュースだけ渡しとくわ。じゃあ、いや、いつもサムネありがとうございます。いえいえ、私のこのサムネでゼノプロは成り立ってると言っても過言ではないので。ファミリーティポテト揚げたてです。うまっ。復活してく体が。ね、ほんとサムネ職人だね。あの有名な事務所のおかげですよ。いやそうね、ゼノプロさんはサムネさえ良ければ絶対に伸びますって言われてたから、ずっと毎回フィードバックサムネだけ。今回もサムネです。中身は本当にいい、本当に面白いです。オタクじゃなくても面白いです。サムネだけって言われてた。いやすごいよね、なんか事務所所属じゃないのにそこまで言ってくれるシステムがあるって。じゃあね。裏切られたんだけど。なんだかんだ9時になってしまいましたが、今から3本目の撮影行きたいと思います。きちよ。ショート動画を撮影しております。慣れないことなので難しいです。はぁ、アニメの最新話見てぇなぁ。ちょっと話入るんだけど。はぁ、アニメの最新話見てぇなぁ。あ、いいんじゃない。次、いやお疲れ様でした。お疲れ様です。長かったね一日ね。まあじゃあそんな疲れも僕らはねアニメを見ることで吹き飛ばすことができるんで。見るか見るか、ずっと早く見たかった。めっちゃテンポいい、ね、テンポいい作品めっちゃ好きなんだよな。見やすいわ、うん、声も可愛い。いや可愛いね。私もさ越してきてさ、ちょうどさ小太郎も新居に引っ越してきたって話なんだけどそうね、私いい家に住んでるなって思っちゃったよね。まあそれも思うよね。5歳で風呂なしよ。そんな存在概念すら知らんかったもんな子供。そうだよね、うん、私もねシャワーなしの家に住んだことはあるんだけど、うん、キャンプとかで使うさボンベみたいなの、はいはい、あれに沸かしたお湯入れてシャーって使ってた。そマジで、あの時の記憶蘇ってきた急速に。なるほど。なんか当たり前にさ子供時代ってさ親に生かされてたんだなって思うと、うん、ありがたいね今の生活が。間違いないです。違うか。いや、合ってはいる。いや僕もね考察できる作品が好きなんだけど、うん、なんか見とるとえこれどういうことなんだろうみたいな部分が次々出てきて、うん、まあ、でもそういうのなしにしてもシンプルにギャグだけがね面白かったりするから、うん、サクサク見れるし頭も使えるしね、続き早く見たいなって思える作品だなって思いました、うん、今回このネットフリックスを視聴していたのは YMAX プラス 5G っていう、うん、ホームルーターを使ってかつそのネットフリックスと一緒にペアになったね、うんうん、お得なセットが今あるみたいでお借りして今回見ていました、うん、ゼノンもね実際に工事できないお家に住ん
んでいたりとか、ここにね引っ越してきたばっかりの時って工事ができんかったんよ、うん、でその時もホームルーターにめちゃくちゃねコンセント差しただけで Wi-Fi が使えるっていうすごい便利なね機械に助けられて生きてきたんで、うん、ちょっとね僕らにとってはとてもね恩恵のある商品でした、うん、しかもネタ売りがセットになってるのって、うん、契約とかめんどくさくなくていいよね。そうね。で今紹介したホームルーターとネットフリックスのセットのやつだとなんと年間1204。嘘でしょ、そこでカンペ読む。なんと使うよ今の今の使うからね。なんと年間1248円をお得になるらしい。とりあえず契約しとけばどっちも手に入るし、うん、お得だしっていうね、うんうん、すごいね使いやすいプランだと思うので、スマホで外でネットフリックスを見たいよって方はモバイルルーターがあればスマホのデータ容量を気にせず見れるのでそちらの方もおすすめです。同時にたくさんの機器を Wi-Fi につなげられるからスマホ、PC、タブレットとかいろいろネットにつなげたいものがあっても安心。 au、UQモバイルのスマホを使っている人は割引があるので皆さんもぜひ検討してみてください。というわけで皆さんぜひ困ったらご検討してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画に少しでもゼノプロの一日って結構ゆったりだと思ったらハードだからもうちょっとスケジュールちゃんとしたらと思っていただけたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄に今回紹介した YMAX プラス 5G と Netflix さんのリンク貼っておきますのでぜひとも皆さんチェックしてみてください。